陣地がチャンス JJ チャンネルです。どうも皆さんこんにちは。本日珍しく2本目の動画になります。はい、2本目の動画の内容は2つの事件をお届けしたいなというふうに思います。1つ目の事件はですね、品川一家殺人事件、2つ目の事件はカムイコタンリコの事件ですね。この2つについて、お届けしたいなというふうに思います。まずですね、一つ目の事件はですね、品川一家殺人事件ですね。この事件覚えてますかね。一月ほど前に僕は、この事件、報道された時に考察を一緒にしながらですね、ほぼこの事件こんな風に間違いないんじゃないかということで、動画を上げさせていただきました。その結果がほぼ出ましたのでね、これをお届けしたいなっていうふうに思います。6月19日ですね、警視庁捜査一課が殺人の疑いで逮捕しました。自分の子供を次々とね、お母さんも含めて4人を殺害したということで、殺人の容疑で46歳の男が、いわゆるですね、逮捕されたということなんですね。これですね、住所不定ですね。もう一度簡単に、事件概要を話しますね。住所不定で無職の後藤祐介容疑者46歳が、東京都品川区内で同居していた元妻です。元妻の介護福祉士の高波冬美さん37を殺害したとされる。これも元夫婦です。数日前まで夫婦だったんですね。離婚が成立してから数日後に起こしたので名字が違うんですね。後藤と高波、冬美さん被害者ということですね。ここちょっと頭に入れておいてくださいね。これ名字違います。住所不定のなってますけども、もうこれ夫婦です。一緒に住んでましたということですよね。で、品川区内の2階建て住宅で、高波さん奥さんですね、胸など数箇所を包丁で刺して殺害したとされる事件ですね。で、遺体が発見されたのは1階の玄関近くの和室、同じ部屋の布団には刺し傷のある2歳から6歳の3人の子供のご遺体も見つかっている。つまりお母さんと3人の子供全員が刺し傷があって見つかった事件ということですよね。で、この容疑者ですね、旦那です。自宅に火を放して自らも刃物で自分の首を切って無理心中を図ろうとしましたが、後藤容疑者の傷は浅かったんですね。この犯人の傷は浅かったので命に別状はなかったという事件ですよね。で、これ死因がはっきりしました。奥さんたちの死因がはっきりしました。死因は奥さんと3歳の次女が刃物で刺されたことによる失血死。そして6歳の長女と2歳の長男は一酸化炭素中毒。これボヤがありましたからね。ということの結果が出たんですね。で、この事件ですね、なんでやねんというね、これお父さんがね、なんでこの家族全員を殺害したんやと。で、お父さんだけが生き残っている。これ一家心中に失敗したんやないかというようなね、ことで報道されてましたけれども、真相が分かりました。この真相はですね、ずばり、僕の考察が的中しましたね。ほぼほぼもうですね、これ、嫉妬というかですね、やるせない思いから、起こした事件なんですよ。で、この旦那さんはですね、もうはっきり言って仕事もやってなくて、フリーランスで動画を制作する仕事を受けてですね、自宅で仕事をしたんですよ。非常に収入が薄い。非常に収入の薄い旦那です。ね、で、この奥さんとの出会いは、過去いろいろ恋愛をして出会ってるんですよ。介護関係の仕事とかで恋愛して出会ってるんですけれども、奥さんはこの殺害事件の時には、介護福祉の仕事をしたんですけども、1年間休んでる中、つまりこの家庭ですね、この家庭はですね、奥さんは仕事はしていない。そして旦那も動画制作の非常に薄い収入の中でですね、生活している中で、そして数日前に離婚が成立した直後に起こった。ね、事件なんですよね。で、この背景ですけれどもね、お金がない貧しい中での一家心中かと思われてる方いらっしゃったと思うんですけど、違ったんですね。この奥さんのですね、実家っていうのは大富豪なんです。ね、この奥さんのお母さんですよね。つまり実の母の兄弟は年商200億のこの企業の社長でした。つまり奥さん方は大富豪なんです。そして奥さんのお母さんも地元で有名な実業家で、住んでたこの家も奥さん側の家から提供された自宅なんですよ。つまりですね、奥さん側は非常に裕福であると。で、旦那はしょぼかったという話ですね。この中で僕は考察してましたね。これはですね、もう恋愛結婚してて家族仲良く見えたんですけれどもね、実はだんだん奥さんも仕事をしてない中でですね、旦那、うらつ上がれへんな子供3人いてるなっていうことの中から、夫婦なんかうまくいかなくなって、ね、そして、
起こった事件じゃないのかなみたいな話をしてましたけど、その通りだったんですね。旦那の動機がはっきりしました。これ自白をしたんですね。この事件当日に奥さんが言っちゃったんです。奥さん外我慢しとったんやろね。まあ家はね、まあまあ実家が金持ちでね、家も全部提供しててですね、我慢しとったんやろね、この旦那動画制作で。いつかは花開く旦那と思ってたかもわからへんね。花は開かへんかってんね。そこでですね、奥さんは言っちゃったんです。一年間仕事をしてない中でね。言っちゃったんです。何を言ったかというとですね、旦那に対してね、このうだつの上がらない旦那に対して、今すぐ出て行けって言ったらしいです。お前も数日前に離婚したんやからもう今すぐ出ていけよとこう言ったわけですね。で旦那はその言葉にカッとなって刺しました。怒りを抑えきれなかったという自供なんですね。そしてその後遺産ですね、カッとなして奥さんにですね、そんなことをやっただけではなくてですね、なんとこの容疑者ですね、この元旦那はですね、この奥さんを殺害した時に子供が見てたらしいですわ。恐ろしいね。奥さん殺害した時に子供を見ていた中で逃げ惑う子供たちを追いかけて殺害したということが分かってきた。恐ろしい事件ですね。間違いなくね、もうこれはもう恐ろしすぎる事件なんですね。で、この旦那はですね、やっぱりですね、こういうことやったと思います。前にも考察してますけれどもね、奥さん結局こうもたんちゃうかな、一年間仕事休んでる中でね、結局旦那うだつ上がれへんと、結局この住んでる今はうちの実家の家やんかとね、いう中でずっと溜まってたんちゃうかな。で、ご主人もですね、それを自分うだつ上がれへんこと分かってたんちゃうかな。で、離婚するときにですね、一つの謎はあります。で、この謎ちょっと考察しますけれども、お子さんたち3人は、この旦那さんのいわゆる姓を引き継いでるんですよ。つまり普通離婚する時っていうのは母方、養家金持ってる母方に子供の親権を譲ってね、いうことなんですよ。親権はこれ発表されました。親権は旦那さんが持ってる中で離婚をして、そして殺害事件になったということなんですね。これを考えていくとですね、これはもうちょっと嫌な考察ですけれども、浅い考察かもわかりませんけど、このやっぱり200億ぐらいの大企業の、いわゆる御曹司みたいな形ですわ。ね、なんか遺産を狙って子供だけはもらっとくと思ったんちゃうかな。ごめんなさい、浅い考察でね。まあそんななんか、だからそれ嫌なことがあったんちゃうかな。やっぱり片っぽは金持ちでね、金持ちのお嬢さんで、片っぽやっぱ裏の流れへん中での事件やから、なんかやっぱこれ絡んでるんちゃう、大人の世界やからね。ただ単にうまくいかへんかったっていうことだけじゃなくてね、ほんと子供の親権の問題もいろいろぐちゃぐちゃあったんちゃう、この一年の中でね。まあでもですね、まあそれ、ね、この動機とかいうものはね、もうはっきり言ってこの事件はね、あんまり僕興味ないんですよ。この事件で一番やっぱりかわいそうやなというのはね、もう子供ですわ。まあはっきり言って、もうこの子供さんにね、もうこれ自白からですね、お母ちゃんがね、お父ちゃんにやられるとこ目撃して、追っかけられてやられるってどう思うこれ。えぐすぎん。ということでですね、この事件はですね、もうこの旦那は完全にですね、死刑です。これ間違いなく死刑ですね。で、これもですね、判決、これも当然裁判員裁判になります、裁判員裁判になりますけどね、極刑だと思います。で、できるだけこういう人はですね、これ、もちろん、法務大臣が印鑑押さへんかったら、懲罰されないんですけれども、こういう人は早くですね、もう僕はもう刑にバーンと服した方がいいかな、というふうに思っております。はい。浅い考察で申し訳ありません。そしてもう一つはですね、次の事件はカムイコタンの事件です。もうカムイコタンの事件はですね、もう毎日のようにですね、いろんなことが、いろんなことがというと僕の方でコメントもたくさんいただいてますけれども、その中でですね、このコメント、ちょっとこういうコメントいただいたんですね。ジェジェンさんの考察通りですと、ね、旭川の事件は全てつながっていますと。ね、いうコメントを旭川の住民ですという方からいただいたんですよ。で、この方と会話はしていませんけれども、このようにですね、もうこれ2013年から、ずらーっと今回の事件までですね、旭川でどんな事件が起こってきたかということをですね、年表にして送ってくれたんですね。で、画面に入りきれないので、2016年から2024年までね、のところだけが切り取ってですね、これ皆さん方に今ご覧いただいてますけれども、2013年の部分からいただいたんですね。で、この方、コメント欄に、削除せずに残ってますからね、ご覧になりたい方は、前回の動画のコメント見ていただいたらこのまま見れるんですけれどもね、2016年から旭
川の女子高生が修学旅行先の京都で電車に飛び込んだというですね、これもすごいですよね。修学旅行先で電車に飛び込むってこれえげつない事件ですよね。こっから始まってずっと来てるんですけれども、すごいですね。これ中学生高校生の事件がこんな山盛りに旭川であるんですよとね、いうことをいただいたんですよ。でテレビで報道されてない近年の女子中学生2名が失踪した事件、これ最後に出てますね。2024年の5月、旭川の女子中学生2名の失踪で、6月1名のご遺体が山林で発見されたけど、報道はこれは報道されていないということなんですけれどもね、このようにですね、旭川の住民の方がですね、旭川っていうのはこの少年少女のいじめであったりね、 G マルであったり事件であったりですね、いろんなものがたくさんあって、実はこの事件っていうのはつながっているんですよというね、ことをですねコメントでいただいたんですよ。でこれはですね、旭川には、前回も動画で言いましたけれども、山口組の三次団体の暴力団があります。こういった暴力団との青年、少年少女とのつながり、ね、そして薬物とのつながり、そして三六街の不良少女、不良少年たちとのつながりっていうことが背景にあるということを、コメントで書かれてます。で、それ以外にもですね、旭川には、昔からですね、ちょっと地域独特のですね、この歴史があるんだということをいただいてるんですよ。で僕はですね、まあ、それはあるなと思うんですね。僕らでも地元であるじゃないですかね。自分らの地元では、ずっとこういう要するに習わしがある、ずっとこういうような不良グループが先祖代々、まあ、先代から継いでいってるようなもんあるじゃないですか。このようなもののごっついバージョンで、ごっついこの旭川には闇の歴史があるんだというね、ことをですねコメントでいただいてるんですよ。でコメントでというよりもですね、そういうご意見をですね、まあ、たくさんありますよね。旭川ってのはこういうことよね。ネットを見ていてもそういう記事がちらほらありますよね。で僕はですね、今回、まあ、こういった背景、こういった旭川独特ですよね。独特の地元の不良少年少女たちと、地元の反社とのつながりの中で歪んだ地域性っていうのがあるなっていうのは肌で感じます。で今回のカムイコタンの事件ですけれども、僕は考察しているように、今回の事件と旭川のいじめ事件、まあ、これだけ見てみるとですね、旭川のいじめ事件だけではなくて、いろんな事件とですね、今回のリコたちのやった事件、この犯行っていうのは全部こうつながっているっていうのは、背景が同じような背景でつながっているという意味ですよ。犯行が同じ人間がやったというつながりではないですよ。この地域でこういった事件が起こりやすい、風土があるということでつながっているという表現をしてますけれどもね、このカムイコタンの事件に関しては、僕は事件非常に違和感を感じてます。一つは先ほど言ったように、初めて会った人間がたかが SNS に画像を載っけただけで殺害するかということですよね。これがまず違和感があります。つまりここで初めて会ったのではないという考察ができますよね。そうするといろんなことをね、いろんな情報を取っていくと、やっぱりこの被害女性とこのリコっていうのは初めて会ったのではなくて、過去につながりがあったということが見えてきましたよね。これは間違いなくそうだと思いますわ。そして二つ目に、このリコが現場に夜朝方の3時半に連れて行って、たった30分で突き落として犯行を終わらした。これはですね、この21歳の少女と19歳がですね、いきなりの初犯で殺人をこんな短時間で終わらすことはほぼ不可能ですよね。できないですよね。ということは、このリコたちはですね、まあリコはですね、過去にこのような事件に関与したことがある。殺人の経験があるというふうに見た方が、いいんじゃないかなということで、僕はですね、この二つ、ね、未だに考え方は変わりません。一つは初対面ではなかった。そして、リコは過去に同じような犯罪に犯している。もしは関わったことがある殺人事件に。そしてもう一つはですね、この旭川のいじめ事件と、今回のカムイコタンの事件ですね、非常に似ていますよね。要するに、被害女性のわいせつな動画を撮影する。ね。して、そして SNS で、が絡んでいる。これ非常に似てますよね。そして事件自体も、旭川のいじめ事件は、これは投資ということなんですけれども、G 丸か、他殺か分からないような死に方をしてます。つまり G 丸を匂わすような殺害方法をとっている。で、今回の、カムイコタンもそうですよね。橋から落ちた。で、証言もそうですね。自分は G 丸を匂わすような、私は関係してないということを匂わすような証言をリコはしてますよね。
私は置き去りにしただけやでと、その後知らんでと、彼女が勝手に飛び込んだか第三者と何か揉めたんじゃないのというような発言をしてますよね。つまり事件が似通っている、そして場所も似通っている、そして犯行動機というものとかいろんなものを見たときに、この事件っていうのはですね、非常に闇深いものがある。で、この闇深いものに、何が関わっているかというと、地域性ですね。この旭川という地域性、このようにいただいた年表から見て取れるようにですね、根付いている背景があるのではないかというふうに感じました。はい。で、この事件に関してはですね、おそらく、この少年たちですよね、4人の少年たちのうちの16歳の少女が保護観察、16歳の少年が少年送りということで、この2人のバーンとこれ保護処分という形で終わってますよね。あとはこの殺人でどういうふうになっていくかということなんですけれども、僕はですね、このなんとなく感じますよ。旭川、この旭川というこれだけの事件、これね、こんだけ学生の事件が起こっている中で闇だらけだと思います。旭川警察署、闇だらけなので、この事件はあまり追わないと思います。この事件を追えば追うほど、このいろんな事件の関連性が出てくるということで、追わないのではないかなというのが僕の最大の考察です。つまり旭川の亀井コタンの事件はある程度今報道されている通りの中で決着がついて、本当の闇、旭川の闇というところまで、この地域性の闇というところまで突っ込んでいかないのではないかな、警察組織は突っ込めないのではないかなっていうのが、僕の考察ですということです。はい、いかがでしたか。2本目の動画はですね、あんまり話が被ると嫌がられるので、前回の動画、今回の動画でわからない方は前回の動画を視聴していただければ、僕が何を言いたいかっていうのがお分かりいただけると思います。つまりこの事件の背景には地域の闇、そして警察の闇っていうのがあると思います。この匂いがプンプンするということですよね。はい。いかがでしたか？今日の動画面白かったですか？今日の動画はですね、そうですね、僕の中では70点ぐらいの時期なん、出来なんですけれどもね。はい。いかがでしたか？今日の動画は。なかなか興味深いでしたか？どうですか？今日、やっぱりあかん。そうか。どないしたらいいんかな。どないしたら面白い動画が作れるのかな。もっともっと勉強していきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。頑張ってやっていきたいと思いますよ。はい。そしてですね、もうすぐですね、夏場、7月に入った夏場に入りますから、オカルトミステリー特集もやっていきたいと思いますのでね。そして、この裕次郎さんにですね、この事件ご依頼しました。ね、カムイコタンの事件ですね。僕が実際に、第1回目に考察したように、これは実際にこの地域、カムイコタン、神の里、悪魔が宿る里で起こったたたりではないのか、憑依が起こったのではないかというですね、この霊視も裕次郎さんにしていただきます。つまりこのカムイコタンの事件は、裕次郎さんの霊的なスピリチュアルの霊視と、そして僕の斜め45度の考察と合わせた、この番組独自のハイブリッド考察をお届けしたいと思いますので、ぜひですね、注目していただきたいなというふうに思います。はい。以上、JJ チャンネルでした。チャンネル登録よろしく。